寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のペーシャエス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。シャマル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがシャマル、先手を取ったのはビッグファイヤー、内からはウィルソンテソーロ、その外にガイアフォース、ピンクの帽子ペーシャエス、その後ろキングズソード、そのうちに続いています。その隣にドゥラエレーデ、ここに空手、すぐ後ろに石風、並んで7番ペーシャエス、ベリエール、すぐ後ろ並んで3番スピーディーキッド、隣にはイグナイター、その後ろからはシャンパンカラー、並んで1番レディバグ、しんがりからレッドルゼル、各馬砂煙を上げてかけていきます。OK旗を通過していきます。ここでウィルソンテソール先頭に変わりました。2番手はシャマル、ビッグファイヤー、3番手後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィルソンテソーロ先頭、外からシャマル先頭、ウィルソンテソーロ追いすがる、シャマル先頭、残り 200m、 ここで後続が襲いかかる。一気にレッドルゼル、レッドルゼル、差し切ったレッドルゼル、ゴールイン。2着はシャマル、レッドルゼル、見事このレースを制しました。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のキングズソード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ花を切るのはどの馬か。キングズソード前に行きそうです。ウィルソンテソーロ先手を取りました。その隣にペーシャエス、内からは石風、シャマル、そのうちに続いています。その外からベリエール、内からはペーシャエス、並んで8番ドゥラエレーデ、空手、この馬もこのグループ、ここにシャンパンカラー、内からはビッグファイヤー、さらにはスピーディーキッド、内からはイグナイター、その外にレッドルゼル、レディバグ、それに続いています。最後方にガイアフォース、各馬砂煙を上げてかけていきます。さて先頭を見てみましょう。各馬大欅を通過、前はウィルソンテソーロ、ペーシャエス、ほとんど差がありません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はウィルソンテソーロ、ウィルソンテソーロ先頭、外からペーシャエス、ウィルソンテソーロ先頭、外からはレッドルゼル、ここで先頭変わりました。先頭はレッドルゼル、残り 200m、 レッドルゼル伸びてきた。2番手はシャマル、レッドルゼル先頭だ、レッドルゼル1着、2着はシャマル、3着にスピーディーキック、勝ったのはレッドルゼル、このレースを制したのはレッドルゼル。寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。これは大丈夫でしょうか。ウィルソンテソーロ枠入りを嫌がっています。大丈夫です。最後にキングズソード入ってゲートイン完了です。スタートしました。ウィルソンテソーロちょっと出遅れ、先行争い何が行くでしょうか。シャマル前に行きそうです。先手を取ったのはシャマル、その外からベリエール、並んで11番石風、ビッグファイヤー、そのうちに続いています。その外にウィルソンテソーロ、その隣にキングズソード、これに続いてシャンパンカラー、すぐ後ろにペーシャエス、青の帽子ペーシャエス、その後ろこの集団にガイアフォース、この位置に空手、その外にスピーディーキック、並んで6番イグナイター、内からはドゥラエレーデ、これに続くのがレディバグ、最後方にレッドルゼル、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はウィルソンテソーロ、石風、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィルソンテソーロ先頭、後続も横いっぱいに広がっている。ウィルソンテソーロ先頭、内からレッドルゼル先頭、残り 200m を通過してレッドルゼル、余力は十分、さらに引き離していく。2番手はシャマル、レッドルゼル強い強い、レッドルゼル圧勝ゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはレッドルゼル、このレースを制したのはレッドルゼル。